しくお願いします。ハンデゼロには新人の菅野博人、そして30メートルには藤本理恵、40メートルインコースが3番の長谷春久、アウトコースが4番の鈴木誠一、50メートルは5番の石貝剛之が今50銭のインコースに向かっています。さらにここでフレームインしました6番の伊藤翔馬は50銭のアウトコースです。60メートル単独ハンデ7番の浅香純、ゆったりとした流れ、鈴木圭一郎満場一致の一番人気。スタートまで10秒前です。ブルーランプが消えます。3秒前、第11レース予選競争をスタートしました。40戦のアウトコース4番鈴木誠一、いやいやインコースの長谷もいいスタートを切っています。40戦は横並びの状態でインコース3番の長谷が先手を取りました。早くも7番の浅香をかわしたのは鈴木一郎、今7番手に上がっています。先頭1番の菅野博人、ここに並んでくるのは藤本、4コーナーでは先頭藤本に変わる勢い。レースはこれから2周回目、先頭は藤本理恵に変わりました。菅野は2番手に交代、さらには3番手から2番手を狙ってくるのは4番鈴木誠一であります。このバックストレッチ側では2番手に4番鈴木誠一が上がりました。4番手には長谷、さらには伊藤翔馬、このすぐ後ろに鈴木一郎が上がってきています。遅れを取りました石貝と浅香、4コーナーを立ち上がりまして、これは4周回です。さあ藤本が会長に引っ張っています。じわりと4番鈴木誠一が接近、さらには3秒59の試走タイム、6番の伊藤翔馬3番手、3番の長谷を外から攻めに行くのは鈴木圭一郎、ここでさらに番手を上げてまいりました。順調なレース運び、鈴木圭一郎であります。さあレースは中間地点、折り返し地点、残りは3周回であります。藤本に追いついた鈴木誠一、一周内側を狙いましたがまだ入りきれません。ややバランスを崩しました。今度は3番手から伊藤翔馬、鈴木誠一を捕まえるか。先行のね、鈴木誠一が力ずくの抑え込みを見せる。ここに8番の鈴木圭一郎が参戦であります。さあ4コーナーの立ち上がり、伊藤翔馬のアウトコースから鈴木圭一郎の幕に、現在は2番手3番手4番手一塊になっています。進路を内側に切り替える6番伊藤翔馬、車を引いた8番鈴木圭一郎が3番手に上がっています。さらに回転数はマックスに達してまいります。鈴木圭一郎3番手の位置から鈴木誠一を捉えて、鈴木圭一郎2番手に上がりました。すでにブルーフラッグを全選手が通過しています。先頭は藤本、切り返しの体勢から鈴木圭一郎が先頭に上がった。さらには3番手伊藤翔馬、2番手の藤本まで捕まえる勢い、飲み込む伊藤翔馬、藤本が粘る、2番手が並んでいる、鈴木圭一郎ゴール、2番手はどうか。11レースの予選競争、8番の鈴木一郎が制しました。払い戻し金です。2連単8番2番540円3番人気3、2連服2と8の組み合わせ430円3番人気3連単8番2番6番1600円6番人気3連服2と6と8の組み合わせ700円3番人気でした。結果を発表します。